こんにちは、イーフープスです。優秀なシューターになるための大事な要素の一つにオフボールスクリーンの際の動き方というのがあります。これがうまくできるようになるとシューターのためのセットを組みやすくなり、チームに必要な選手として一つ上のレベルに行くことができます。 DJ サックマンとパティ・ミルズによるワークアウトを見てみましょう。オフボールスクリーンはただがむしゃらに動いてディフェンスをスクリーンに引っ掛けてズレを作ろうとしてもうまくいきません。ディフェンスの対応を観察し把握した上で適切な動き方をすることが重要です。代表的なのはカール、フレア、カッティングのフェイクなどです。順番に見ていきましょう。カールはディフェンスがスクリーンに引っかかった後の動きとして効果的です。ディフェンスがスクリーンにぶつかって少し遅れているところにスクリーンを中心に回り込むような動きをすることで、ディフェンスがよりスクリーンに引っかかり、さらに大きなズレを作り出すことができます。フレアはディフェンスがスクリーンに引っかからないように後ろから先回りしていた時にする動き方です。スクリーンを中心に外に開くような動き方をすることでディフェンスと距離を取ることができます。カッティングのフェイクというのはディフェンスがスクリーンをすり抜けやすい位置取りをしている時などに効果的です。この状態で無理にスクリーンに引っ掛けようと動いてもディフェンスはスクリーンの間に体を入れ込んでいて追いかけられてしまいます。ですがカッティングのフェイク、つまりリングに向かう動きを取り入れるとディフェンスはリングとの間に立ってバンプして止めたり、パスを通されない位置に移動する必要が出てくるため、スクリーンをすり抜けやすい位置取りをすることができなくなります。このようにディフェンスの対応を観察、把握し、それに応じた適切な動き方をすることで、オフボールスクリーンを効果的なものにし、シュートのためのスペースを作り出すことができます。いいシューターになるためにはとても大事な要素ですので、ぜひ練習してみてください。ご視聴誠にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。